びと日本プロジェクト in 神奈川、メッセンジャーの林愛理です。私は今産地直送の海鮮が自慢の中央立花グループの中でも定番の大衆酒場わらい横須賀店に来ています。今回はここわらいと海と日本プロジェクトがコラボレーションしたオリジナルメニューをご紹介します。このお店の特徴を教えてください。はい、横須賀は東京湾に近く海を身近に感じられる街です。その中にあるここわらい横須賀店では海を感じられるメニューを数多く取り扱っています。お一人様からグループご家族連れのお客さんまで、満足いただける内容となっておりますので、お気軽にお越しいただけたら嬉しいです。今回海と日本プロジェクトとコラボレーションした理由とコラボメニューを教えてください。横須賀で育った私たちスタッフは心に安らぎを与えてくれる海が大好きです。私たちの大好きな海を守りたいとの思いから海と日本プロジェクトに賛同しました。海と日本プロジェクトとコラボレーションしたメニューは横須賀地魚のネギまみれです。海水浴、バーベキュー、釣りなどを楽しめる横須賀の無人島猿島をイメージしました。オニオンスライス、地魚、赤目の順に調理し、その上にマヨネーズ、だしポン酢、万能ネギをたっぷりと乗せた一品となっています。はい、いただきます。地魚がすごくプリプリで美味しいです。それでいてネギとポン酢がすごくさっぱりした味わいになってます。きっと横須賀の海を想像するとこのような味になるんだと思います。皆さんもぜひ食べてみてください。海と日本